のベスト16ドイツ対デンマーク、長谷部と戸田さんのダブル解説が正式決定。6月30日午前4時のドイツ VS デンマーク、アベマにて長谷部戸田さんのダブル解説が発表される。戸田さんお帰りなさい。戸田の意向としてはあくまで監督を目指すっぽかったから、これはアベマサイドが声をかけたんでしょうね。一時的なものだとしても、戸田の解説聞けるのは嬉しいな。戸田さん、また解説聞けるのめちゃめちゃ嬉しい。アベマ有能すぎる。待ってました。ポスト戸田さんだった林さんも良かったけど、ここに来てレジェンドの期間は熱い。ドイツ VS デンマークワウワウ北沢解説員かと思ってたら、アベマが戸田さん長谷部解説とかいう神展開来たー。ついに戸田さんが解説に帰ってきた。しかも野村さんと長谷部もいるの神回確定。戸田和幸さんには岩政大樹さんみたいに早いうちに監督用のオファーが来てほしいが、しかし長谷部誠さんとタッグを組んで解説は見たさしかない。戸田さん復帰&長谷部さん解説、野村さんも終わりだ。この試合だけはアベマで見るか。戸田さんが戦術を話して、長谷部が選手時代の裏話、それを野村さんが回す、完璧だな。アベマ全部やってくれるやん。